高いところ見ていただくとコンクリートの一番上のところにゴミが絡んでるんですよ。見えます？あれが倉庫の砂です。元々の一番下に私なのですがあそこまで着きました。恐竜の丘やたくさんすごい量やろね。川は亡くなられた方もいらっしゃるほどの大きな被害があった年が一昨年のことです。その水の量がもう完全に一桁以上上やね。あそこまで疲れてる。JR の飯田線、本数は2時間1本走るか走らないかとても貴重な電車です。なので JR をこう下っていただいている間に電車が見られるというのはほとんどございません。めったに見られない電車ですね。右側大きな岩見えてますが、かつて何度と言われたお八は岩に当たらないように下っていきます。徳島県の鳴門まで行かなくてもここで渦が巻いてるわ。渦巻いてるわ。この岩は大きくね今日は見えてますが、集中豪雨や台風の次が来ていただきますので、ものすごい雨降るとあの岩隠れるまでヘデラの水がつくんですね。あの岩が隠れるぐらいまで水がつくと川止めになります。せっかく来ていただいても船を出すことはできません。お休みをさせていただきますね。はい、下りは年中無休なんですけどね、川の水が多くなった時は下れないこともありますね。そう、今日はね、割と水が少ない方です。右側とか見ていただくと岩の色が変わってるのが分かりますか？通常だとあそこまでね、本来ですと岩が色が変わってるところまで水がなきゃいけないんですが、今年は水が少ない年ですね。少なすぎるな、雨が降りませんね。朝降るって？あ、よかったよ、嬉しいよ。水がないと商売にならんの。水商売だもんね。水がないとまだ手汗がくなんの。ダムさん2枚いってる。この先また流れが、ね、変わってきます。ライン下りはダムまで来ましてからは非常に流れも穏やかなところがほとんどなんですが、あのところどころ、ね、波の荒いところがありまして、特にここは波しぶきがかかりやすいところです。ヘビューラーが大きく左にカーブをしているので、どうしても右側のお客様だけが犠牲になりやすいのと真ん中の方と左側の方は大丈夫だね。こちらのお客様、綺麗な人のところに水が来るので店主さん気をつけて、なんこうやって水をこうやって流してくださいなのね。あ汚い人はええです。汚い人はダメだに。ダメだに。ダメだに。右側のお客様ご注意ください。大丈夫だと思うんですけれどもね、用心するに越したことはありませんので、敵は下りは足向きに濡れる。私やりたいが一生気があったと歌って歌われております。うわー、ダメだけだけだ。ダメだけだ。横じゃなくて前から来るから。ちょっと行きなきゃな。あの、名前の前から来るからさ。俺は上だけだったけど、結構気取れてあれ。すいません、ここだけなんですよ。でもう終わったの？本当にない方は声かけていただければ旅をかけるサービスも。もうあれで終わり、あれでおしまい。もうこれでおしまいなのに、あとはもう流れの穏やかなところを下ってきます。かけてほしいだに、もっとほしいだにやね。もう一回のねるライン下りが楽しみたい方は、来なかったか。次の日は集中豪雨のね、次の日だったり来てください。すごい今回のねるライン下りが楽しめます。私は一緒に下りたくはない。